くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。鳩になった最強スパイランスと、よし俺に任せろ。発明家ウォルターが、一緒に行くよ。断る。人間に戻そうと思ったのに。車に乗れ。悪に立ち向かう。お手手が恋しい。初放送スパイインデンジャー、9月25日土曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。ディズニーチャンネルムービー、なんとスタジオ地図の映画4作品を一挙放送。17日は時をかける少女、特別な力を持った少女の奇跡の青春。無理だ千秋。18日は未来の未来、未来からやってきた妹との時を超えた旅が始まる。行くよ。19日はサマーウォーズ、少年と大家族が世界の危機に立ち向かう。お願いします。20日は狼子供の雨と雪、不思議な運命を生きる親子の物語。スタジオ地図4作品一挙放送、9月17日から4日連続夜7時、ディズニーチャンネル。彼らはカメデ忍者のスーパーヒーロー、タートルズ。俺たち4人に任せとけ。レオナルド、ドナテロ、ラファエロ、ミケランジェロ。メダに登場だけかっこいい。4人揃えば最強。かかってこい。さあノリノリで世界を救いに来て。やめろ。1週間の外出禁止。ミュータントタートルズ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。大好きなおばあちゃんが、そうだロボットになって生き返った。おばあちゃん、おしんぼう。いつも張り切りすぎて失敗ばかり。なんてことなんてこと。いればカタカタ、最新型おばあちゃん。わしも、わしも、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。そのホテルのオーナーはドラキュラだった。モンスターホテルへようこそ。彼の自慢は118歳の娘と、パパ人間って怖い、恐ろしい人間が、人間絶対に入れない完璧なセキュリティ、すげえ人間。じゃじゃーん。創業以来の大問題。誰だお主。俺ジョナサンです。お客様にバレたは一大事。なんてことだ。とりあえずモンスターに変装だ。あろうことか大事な娘と恋の予感。私メイビス。さらになんと人気者になってるし。どうなる人間、どうするドラキュラ。最高。ようこそ最悪のお客様。あ、もうちょっと。やめてくれ。モンスターホテル、ご覧の時間で放送。ディズニーチャンネルムービー。イルマくん、お人よしの少年がなんと孫になってくれないか。え、悪魔の孫になっちゃった。夢じゃない。悪魔学校で巻き起こる武術でねじ伏せるのみ。悪夢のような、やめて、はちゃめちゃ学園生活。参りましたイルマ様。すっごく狙ってる。参りましたイルマくん、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。こんにちは、私はベイマックス。あのベイマックスが帰ってきた。今度の冒険はベイマックスダンスモードだ。ノリノリの、ロボットがダンス、はちゃめちゃ。間違っているようです。そしてプニプニ。楽しいですか。あっと暑いです。こんな調子で世界は守れるの。私が止めます。ベイマックスザシリーズ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。どうも、私はアン。不思議なことが起こったの。自分の世界にいたはずが、気づいたら話すカエルとおかしな生き物が暮らす世界に迷い込んでた。みんなには怖がられてる。あ
だ。でもスプリグってカエルの男の子と出会ってすぐに親友になった。痛くなくて楽しい。うちにはいつ帰れるんだろう。この世界も楽しいけどね。何でもありの世界。勘弁してくれ。不思議の国アンフィビア、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。こうやって一緒に戦うのが夢だったの。私たちはチームだからね。いい、クイーンビー。わかってる、大丈夫。ずっと前から練習してたから。